プナルーのクロスナ海岸クロスナ海岸の青海亀青海亀と子供たちがプナルーのクロスナ海岸をシェアプナルーはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島南西部のカウチ区にある地名でクロスナ海岸があるのでブラックサンドビーチとも呼ばれているこのクロスナ海岸は近くのハワイ火山国立公園の火山の爆発でできた玄武岩が海で現れることによってできたと考えられる この海岸では絶滅危惧種の青海ガメとタイマイが浜で太陽を浴びているのがよく見られる。クロスナ海岸には岩が多く泳ぐのは危険である。また海岸には地下から大量の淡水が流れ込んでいてこの淡水は非常に冷たくガソリンと水が混ざる際のように感じる。伝説によると干ばつの時にはこの地域に住んでいる古代ハワイ人は 水差しを使って海中に飛び込み、新鮮な水を手に入れたという。ハワイ語で、プナルーは、泉のダイバーというような意味である。ビーチの経緯度は、北緯19度08分10秒整形155度30分14秒、北緯19.136度整形155.504度、19.136-155.504で、アクセスには、 ハワイベルトロードからニノールループロード、またはシーマウンテンリゾートの入り口を利用する。キャンピングはプナルーブラックサンドビーチ公園で許可されている。香山雄三がザ・ランチャーズと一緒にエレキギターで演奏するブラックサンドビーチが彼のアルバム歌う若大将よりなどに含まれている。プナルーには米国50州最南端のベーカリーを自称するプナルーベークショップがある。プナルーは ハワイ州道11号線があり、ハワイ島の西側にあるカイルナコナから南回りで、ヒロへ行く途中で、ナアレフと次のパハラの間にある。ありがとうございます。